集中するかは皆さん自分で決めてください。顔ってこうに行ったら顔、まず顔を確認するかないしは、今度はお願いします。で、足だけなんですけれども、まずこうね、足をもちろん首がね、グッとやっちゃうと首痛めちゃいますけれども、ちゃんとその顔の表で、しっかりと相手を見るようにしてください。これ結構ね、首いってます。ですから、なかなか辛いとは思いますけれども、ちょっとそこはもう少し顔をね、相手に向けるっていうふうにしていただけたら嬉しいです。どうですか？なんでお前が首に違えてめっちゃ痛いんですけど、じゃあ大丈夫です。まあでもちょっとね、やっちゃいがちなので、私はちょっとこれぐらいでやっちゃえるんだ。だからそれはちょっと自分に少し、釘を刺すというか、自分にもまあやらないようにというところでやっていただければ、分かっていただければあったかもです。それの流れで、正面にずっと見ながら、やってるの、刀を抜きながら、刀を抜きながら、で、使いにやっていくわけです。その相手の小手を切るんですけれども、もしも、相手の方が早かったってことですね。基本的にこの動作をしていることによって保険があるので、大丈夫って言われると保険で受け入れることができます。曲がり間違っても相手の動きを防いで、そのまま反撃することが可能です。あれはなんかあったな。もう一個あったんじゃない？ちょっと待ってね。こうだろ？あ、こうだろ？あれなんかもう一個あったような気がするけど忘れてしまった。保険とあともう一個あったような気がするけど忘れてしまいました。すみません。まあ、なので、ちゃんと、補足していただいたように、ここから、真っ向に切っていく。そうですね。真っ向に切っていく。こうですね。今、私はこうしちゃってましたね。こうですね。伸ばす。そうすると、そこの中でうまくこう、避けられて、ありがとうございます。できるということになります。ですね。で、あと、いろんな人たちを見たところで、もう大丈夫です。一つの問題点として、ちょっと怖いわけですね。ここからこう自分の顔切っちゃうんじゃないかなっていうふうに思っちゃいますね。それは、実際最初にやったときは、いや、大丈夫です。注意点、多分井出先生が言いたかったのが分かったんですけど、そうですね、軸ですね。軸こういうふうに割ってたんですけれども、刀はね、このまま抜いていくんですけれども、その時にやや体は右ですね、右にこう傾けながら、刀はそのまま抜いていく。そうすると刀の軌道、刀が、通る道を自分が作れるので、安心して自分の顔を切らずに、相手の小手を切ることができるということですね。そのままやっちゃうと、こういうふうにね、当たっちゃうっていうのがあると思いますので、ややこう右に傾ける。陰に傾けながら、ただ刀はそのままですね。一緒に傾けだったら無意味ですね。刀は普通に抜いていく。でも自分の体は右に傾けていく。そうすると、受けて、その先端に突き入れると。その後ちょっと決まってないんだけど、だから詰める。実際はってやるけど、個人じゃなくて一人でやるときはこのまま、左足前でちょっとね、やるのなかなかないと思います。こんな感じでいきましょう。いいですか？足さばきはもうやりましたので、もう実際やっていきたいと思います。もう一回お願いします。相手が真横に切っていきますので、みんな一緒にやっていきますよ。先ほどの左のつま先ですね、左のつま先を軸にしながら、傾けながら刀を縦に抜いていく。しのぎ、ミレで相手の攻撃を受けるのは同じですね。その手綱に左手、刀をミレに添えて、相手の右腕を突くと。はい、そしてグータの木に、この後本当はちょっとこっちに行ってくださいね。本当はその状況上詰めていくっていうんですけど、そんなことをせずに、今回はここからグーったら足開きながら詰めていく。そしてノートをする。この手順でいきましょう。さんあります。不要な出せ出せ話だったみたいです。ちょっと私もやってみたい。まあ相手が刀を刀の塚に手をかける。まあその刹那にまあやる技ですけど、ちょっとゆっくりやりたいと思います。お願いします。こうですね。あ、え。そこになくてもいいもんね。体勢崩した、そして普通に要点しながらあります。じゃあちょっとやりたいと思います。制御っていうふうにこうやったら「なんだなんだ」ってふうにって見られちゃうんですね。なので、やんちゃな人たち来た時にこういう時に「ああ」って言って、ね、この時にまあ刺すというところなんですけど、刺した後あれ刺したあれこうだなこうだな刺したその後さどこでこうやるのこうしてピュッてこう。刺した後、服ごとつまみまま拭って、すみません、ちょっとそこを3つを見ていただきます。まあ、すげおぎ、使い方としては、抵抗法というか、シチュエーションとしては、相手に捕まれた瞬間にこのプスです。こういう技なんですけど、まあ、実際にこれやった時に、じゃあ、返り血とか出ちゃうじゃないかとか。こっち側にみんな集まってもらってます。まあ、お腹とか刺したっていうのほかに、実際の使い方としては。から刺してちょっとグリって相手の腹をえぐるんですね。それがグロテスクでガッてつばんでたんだな。ガッてつばんで腹をえぐると。そうした時に返り血とかそのまま出ちゃったり、刀が汚れたりするので、つまんでる指で相手の衣服をつまんで自分の刀の汚れを拭うと。そこから服をずらす。なるほど。これっていうのは実際の使い方になりますっていうのを今説明しようとしています。ちょうどその我々こういった着物を着てるわけですね。で着物を着てるというシチュエーションだからこそ袖釣り払いという技が生まれてるわけですね。で実際のシチュエーション今のその袖毛扇もまあ普通にねよくこう点抜きでこうやって稽古してると思うんですけども、実際のシチュエーション相手がその着物を着てるとかそういったところにおいて。そういったところにおいてちょっと来ていただけますかっていうことですね。で、時にちょっとこっち来てもらって、こうつまいでくるので、その時にこう、ね、ここでこうガッてやった。で、そして着物があるので先ほどのようなことができるわけですね。ここでこうやって拭って、でここでキュッてこうこっちにこうそれでここでキュッてこうなって、でそれでそのまま納刀していくということなので。その、まあ、天心流ならではかなと思うそういったその文化着物の文化そういった着ているというそのシチュエーションに対して、しっかりとそこの対応って言い方じゃないんだけれども、動作があるっていうのが、まあ、結構特色かなってこういうふうに思っています。なので、まあ、せっかくなので袖釣り払いも含めてこういったものを着てるからこそ、まあ、こういった技があるっていうところを認識していただければ結構楽しくねこれからも結構できるかなと思うのでちょっと覚えておいてください。じゃあ、すげおぎの稽古に入っていきます。はい、ご覧とですね、ご覧と。って、はい、そしてここから変化をかけるという性格ですね。じっくりコランとそれでいいと。よくわかんない。結構移動してるでしょ。結構移動してる。だから左足の位置が全然違うでしょ。右足さんが、はい、右足さんこれぐらい、これぐらい。そしてこっちに行く。左足ここ。はい。でここで切り替える。左足が左に行っちゃうんだな。左足が左に行っちゃう。そう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 。